基本とは、足技の基本とは何かということをまず話したいと思うんですが、払う場合ですね、相手に強い力が伝わらなければ払いきれないわけですね。ですからその場合に気をつけることは、腹を出すということ、腹を十分に出して、それで膝を伸ばす、つま先、足首を伸ばす、つま先を伸ばすという、こういう形で払いますと、これで払いますと非常に強い力が相手に伝わります。これが腰が曲がって膝と足首、つま先が伸びただけでは、これだと足だけの力になります。膝が曲がってしまえば、いくらお腹が出てても足から下の力で払うということになりますから、強烈な足払いにはならないわけです。手の使い方はですね、これ払うときにちょっと中へ絞り込むように、中へ絞り込むように、こういうふうに習慣づけたらいいですね。こういうふうにし、こうやるんじゃなくて、送る手を中へ絞り込む、この点気をつけてください。Thank you.